お前が先手だ。よろしくお願いします。さあ、それではお相手の方、鬼殺し0勝4敗、4連敗してます。しかもちょっとはっきり覚えてないんですけど、勝率7割で2万勝ぐらいしてます。いやー、すごいですね。勝率7割で、お、ちょっと待ってくださいね。おとなしく帰るか、でも陣形乱すか。これ金取られて帰るしかないんですが、先ほどと比べて陣形が乱れてますんで、いいんじゃないでしょうか。で、割り打ちの、桂馬取ると取る手もありますし、あ、そうですね、それ受けないといけないんで、割り打ちが入ると。ふんどしの桂。さあ、4連敗、1回も勝ったことない相手に、少し前線できてるのでは。これはまあ5二桂成の一択ですね。その後馬をどこに引くか。2万勝以上してて勝率7割で3段とかじゃないんですね。さあ、すんなり引くのは嫌なんで、いやー、これは5、6馬に引くっていうのがいいかもしれないんですが、2分、王手のライン残しときたいんで、これであの銀が簡単には、あ、これしまった、全然意味ない歩を打ってしまいました。歩で閉じ込めたい気持ちもありますが、一回ちょっとこの大手のラインが生きてるうちに何とかしましょう。これはまあ今はで、この歩は取ってもらいたい歩ですね。罠の歩です。取ると一手早めに歩が進む、6四歩が打てますね。ああ、アイン取ってしまいましたが、まあこれはしょうがない、まあ、そこまで大丈夫でしょう。この歩は取れない。取ると裏に香車を打たれちゃいます。相手歩取ってくると、1分30秒。さあ、意外に地味に6六歩とついた歩がいい働きしてませんか。いやー、こっちで、いや、めちゃくちゃ悩みます。5三銀成もあるが、ちょっと馬のラインを開けたい。で、金より、まあどっちが良かったんでしょうかね。さっき5三銀だったかもしれないです。いや、気がつけばこっちも大ピンチになってますね。でもすぐには詰まないでしょう。1分。時間が、あ、この強者ミスったか。瞳を追って飛車が見えるんですが、でも馬の方が、いや、飛車の方が使えるか。いや、やばい、時間が、これはラッキーですね。と金払います。お、これ勝ちじゃないですか。あ、時間が、これは
いやでもお相手の攻め駒も十分か。これ取ったら桂馬も払えるか。30秒。積んではないですね、こっちまだ。よし、攻め駒もらえる。20秒。攻め駒2枚ゲット。さあ、これで いや、積んでない。お、避けながら王手。10秒。いや、積んでない。詰めろ。時間切れ勝ち。お、時間切れ勝ちでした。最後積んでないです。いや、初めて勝てました。よかったです。ありがとうございました。お前が死んでた。よろしくお願いします。それではお相手の方、初段の方ですね。さあ、鬼殺しやっていきたいのですが、中飛車ですか。いや、中飛車は正直鬼殺しはできないですね。なのでちょっと居飛車で行ってみましょう。で、ここの歩を取って、一回なんかつくつく帽子戦法みたいに7、6、飛車回ってもよかったかもしれないんですが、一回取って、この歩取られちゃいますか。もうついちゃいましょう、取られるんだったら。で、なんか玉の小瓶が空いてますし、ちょっと強引ですが飛車角交換してみました。お相手の陣形、今は飛車より角に弱そうなんで、とは言ったものの、ここで攻め手がない。リスク取ってここの歩ついていきましょう。この歩取られると正直めちゃくちゃ痛いんですが、その代わり桂馬を取って馬が作れるっていう、それは2分30秒一手間に合ってないですよね。お、リスクを取った子、駆け引きで勝てました。これは変に9-3って取るよりも、取らしといて強者打ちが、しかもそこ一番逃げたいけないとこなんじゃないですか。馬は作れますね。しかもそこは一、さらに一番逃げてはいけないところ。6二玉ですよね、逃げるとすれば。2分。これは馬打っといて上がれば詰みで、これほぼほぼ銀と、え、いや、詰んでる。ちょっと確認して。お前には物足りん相手じゃったかの。いや、一気に押し切ることができました。よかったです。ありがとうございました。